皆さんこんにちは。今回はね、千葉でテッドカップサップサーフィンのね、伝統的な大会があるので、今回ね2日間開催なんですけど、弟のルイと、そしてねカイと、あとカイドと参戦するので、今回ね動画を撮っていこうかなと思います。で、今回初日なんですけど、初日は僕たちのねスペシャルクラスがないので、初日はカイがオープンクラスで出場するので、今日はそちらに密着していこうかなと思います。そしてね、まず皆さんにお知らせしたいことがあるんですけど、スターボードのね2024年のボードが入ってきました。この2024年からフルカーボンのボードにはこちらのスターボードのニットケースがついてくるみたいです。他のボードの素材だとまだついてくるかっていうのが定かではないんですけど、ブルーカーボンのねボードには全部このニットケースもついてくるみたいなので、こちらはねすごい生地も良くて可愛いデザインとなっています。でね、今回2024年のボード、こちらは610の僕のシグネーチャーモデルなんですけど、まあ7台だったりとか他のねプロボードは2024年からこちらのデザインになっていきます。結構ね色も少し暗い青みたいな感じで、まあオレンジのねこのラインだったりとかもすごくかっこよくなっていて、またデッキパッチの構成もね少し変わっていて、以前よりかはこうカットがね多いので、デッキパッチの剥がれる心配とかもなさそうな感じがします。2023年のやつは結構ねほとんど1枚でデッキパッチが貼られていたので、結構ね剥がれちゃったりとか僕あったんですけど、今回はまあ狭いスペースでカットされているので、まあデザインもよりかっこよくなったし、すごくね良さそうなボードの感じがします。610のボードなのでなかなかね乗れる人少ないとは思うんですけど、7台だったりとか新しくねスパイスでも違うサイズも出たので、またねボードのレビューだったりとか紹介動画も撮っていきたいなと思います。それではね、今回の初日は回にね密着して今日も動画を撮っていきたいなと思います。おはようございます。おはようございます。さあ今回オープンクラス仕様のカイ君、はい、どうですか今日のコンディションは。コンディションは川の中ですごい形のいい、まあ、腰腹ぐらいの形のいい波がブレイクしてて、とてもいい波なんで楽しみです。そうだね、今回ライトのねもう本当ワンピークの、まあ、なかなか普段では入れないローカルポイントみたいで、まあ、今回はねそこを2日間貸し切りで大会をね開催していただけるということなので、最高のねコンディションでいいライディング見せてください。はい、頑張ります。で、今回ね使用するボードは何ですか。これはスターボードのプロモデルの710の長さの板です。リッターが104リッターですね。回体重いくつ。今体重も80キロあります。で、身長は180です。でかいですね、かなりでかいですね。このボードプロモデル全然乗れるんだ。全然乗れます。むしろちょっとあの安定するちょうどいいぐらいです。じゃあ今回ねこのボードでちょっといろいろとねいいライディングしてもらって、今回も優勝狙って頑張りましょう。はい、優勝します。はい、じゃあ今日は一日頑張ってください。頑張ります。Now I'm going to extreme
Oh, you tell me stories. You tuck me in. And the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming. Sound machine always speaking, left emotional scars. Now I'm 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21, a soul of 50. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. All the lights. Spend-
岡本海選手ということで、そしてオープンクラス優勝は阿部川龍之介選手。お疲れ様です。お疲れ様です。今回ね、会は惜しくも Z カップ準優勝となりました。まあおめでとうだけど、ちょっと悔しいですね。かなり悔しいですね。結構ね、僅差の戦いでね、ラスト2本ね、ニードが5点、ちょっと 5.3 かな、うん、でちょっと出たかなっていうのもあったけど、龍之介がね、7点台、ちょっと動画撮れなかったんだけど、小学生のね、地元ローカルヒーローがね、いいサーフィンしてましたね。うまかったね、カエのライバルだと思うんだけどまあやっぱり今回試合通して見てても、まあ結構ね、オープンクラスかなりレベル高くてね、しかも波もね最高だったしね、うん、まあ、その中でも2人がね、まあ、比較的どのラウンドでもいいライディングね、高得点出して勝ち上がってたから、2人の、まあ、一騎打ちかなと思ったんだけど、どうでしたか、試合を振り返ってみて。試合を振り返って、まあラウンド1からセミまでは結構比較的自分がやるべきことできてたかなっていうとこあって、まあ点も結構もらったりとかして、まあ、いい感じに勝てたんですけど、ちょっとファイナルやっぱ波、ポテンシャルのある波をちょっと選びきれなかったっていうのも敗因だと思います。で、あとちょっとやっぱ技を細かく刻みすぎちゃったのがちょっともったいなかったかな。そうだね、うん、カイはやっぱ体がでかいからね、ターンを大きく見せるっていうのが、うん、まあ、今回俺との作戦でもあったと思うんだけど、ね、やっぱね、試合でこう滑車くなるとね、技が小さくなっちゃうというか、うん、細かくなるっていうのは俺もわかるんだけど、やっぱそこをね、龍之介が大きく3ターンぐらいバックサイドで入れてたから、それがね、7点台出てね、そこが結構アドバンテージになったかなっていうのは感じましたね。まあでも準優勝はね、すごい大きいことだと思うんで、まあ今年はね、3戦、今サップの試合、うん、優勝、優勝、準優勝で好成績でね、まあ今回スターボードもね、また乗っていましたけど、調子良さそうでしたね。めちゃめちゃプロモデル調子いいです。最高っすか。最高です皆さんも絶対使った方がいいと思いますね。で、今回ね、パドルもスターボードでね貸し出ししてもらって、やっぱりスターボードはね、ほんと、まあ、僕身長小さいですけど、カイとかみたいにね、身長高い人とかでも、もうどの体型の人だったりとか身長の人でも対応できるんで、そこら辺はね、やっぱボードのラインナップとパドルのラインナップは日本一かなっていうのは思いますね。間違いです。で、まあ、その中、カイもね、今回、まあ、準優勝でしたけど、まあ、いい成績をね、初日残してくれたので、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。まあ、今回はね、カイの動画で終わってしまうんですけど、まあ、また明日ね、僕たちスペシャルクラス兄弟対決もあると思うんで、まあ、続いてワンツーで勝てるように頑張ります。じゃあ、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。